どうにかなる日々とは、志村孝子による日本の漫画作品である。漫画エロティクス F ボリューム15から26に連載された。2020年10月23日には、劇場アニメが公開された。単行本は、大田出版より、大判サイズで、全2巻が発行されている。表題作12編の他1巻には、同じ漫画エロティクス F に掲載された読み切り1編。 霊人に掲載された読み切り2編が収録されている。タイトルは、町田康史ちヘラヘラ坊っちゃんから。ちょっと変わった恋愛模様とありふれた日常を、独特のテンポと繊細な心理描写で淡々と描いた、ショートストーリー集。基本的に1話完結のオムニバス形式で収録されている。大人の男女の組み合わせだけでなく、ゲイ、レズビアンや、近親相関さらには、 幽霊といった様々なキャラクター同士が絡むエピソードが描かれる。淡白な描き方ではあるが、ほとんどの収録作に直接的な性描写がある。以下、読み切り作品2020年10月23日公開。当初は5月8日に公開予定であったが、2019、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公開延期となった。 メイン上映館は新宿バルト9。レーティングは PG12。原作の連載から20年近く経ってのアニメ化となるが、志村作品が持つ人間関係や恋愛についてのフラットな視点に今の時代らしさがあるのでは、とプロデューサーが考えアニメ化を企画。エピソードの選定にあたってはアニメの差しの上限があらかじめ決まっていたため、コンセプトを 今はもう身の回りからいなくなってしまったけれど、かつて近くにいた、誰かを思い出す話に設定。それに当てはまる、えっちゃんとあやさん、さわ先生とやがさきくん、しんちゃんと、さよこ、みかちゃんと、しんちゃんの4本が選ばれた。エピソード選定にあたって、原作者の志村への確認も行われたが、志村が気に入っているエピソードだったため異論はなかったという。監督は、 朝顔とカセさん。フラグタイムの佐藤拓也が担当し、演出はスタジオジブリ出身の有富京二が担当。公式パンフレットによると佐藤と有富は映像制作にあたって日常芝居を意識し、高畑勲のような映像を目指したという。またキャラクターデザインは佐川春香、アニメーション制作はライデンフィルム京都スタジオが担当し、脚本は 佐藤拓也、井出康式、富田より子の3名が担当した。メインキャストは、花沢香菜、小松美香子、桜井高弘、山下聖一郎、木戸衣吹、石原香織、ファイルーズアイの7人。サブキャストとして、早見沙織、島崎信長、田村睦つ崎光平、白石良子の5人がクレジットされている。メインキャストは、大人数でのオーディションを実施し、 選ばれたが、桜井と山下に関しては監督の佐藤からの推薦があった。本作のアフレコでは、音響監督も兼任した佐藤が押さえた芝居を要求し、吐息芝居をしないようにという指導も行われた。綾さん役を演じた小松は、綺麗に喋ることを意識しつつ、リアルなテンションで演じることも意識したと話している。また原作者の志村も一部アフレコに立ち会った。主題歌と、 劇とも音楽は、ロックバンドのクリープハイプが担当している。当初、クリープハイプへのオファーは、劇とも音楽のみだったが、原作を読んだ、尾崎世界観から、主題歌もセットで担当したいとプロデューサーの寺田、ゆ介に相談があり、各所調整の後実現した。志村も以前からクリープハイプを知っていて好きな曲も、あったという。また、本作のために書き下ろされた、 主題歌、モノマネは、クリープハイプの過去曲、ボーイズエンド・ガールズの続編にあたる曲となった。劇とも制作にあたって、尾崎はシーンを決めてから曲を書くのではなく、とりあえずギターを手に、どうにかなる日々っぽい曲を思いつくまま作り、出来上がった曲の差しを調整しながら必要なシーンに当てはめるという手法を取った。それについて、寺田は、どうにかなる日々の前に、 音楽プロデューサーを担当していた推しが武道館行ってくれたら死ぬでの劇と模型作とは全く異なる作り方だったと話している。新宿バルト9他にて2020年10月24日、2020年10月31日、2020年11月12日の3日間で開催された。2020年12月11日からデジタルロードショーが FODUNEXT ディアニメストア、フールー、ツタヤ TV 他にて開始。またダウンロード販売が iTunes、Google Play、Amazon プライムビデオ他で開始となった。デジタルロードショーは2021年1月4日までの期間限定となる。2021年3月17日にブルーレイ &DVD が発売された。初回限定版のブルーレイハッピーゴー、ラッキーエディションには キャラクターデザイン、佐川遥か描き下ろしボックス、原作、志村隆子描き下ろしレジパック、同じく原作、志村隆子描き、下ろしの前日短ショート漫画、振られた、え、ちゃんと振られる前のあやさんの話、矢ヶ崎さくんに告白される前の沢先生の話、思い出さよこと、新一ウィズミカ、また、映像特典として、キャスト対談映像、どうにかなる日々、 私たちの日々完全版も収録されている。ありがとうございます。